人差し指に血がべっとりとついていた。車窓にあの文字を書いたのは被害者に間違いなさそうだな。もう片方のつまみにも血がついていなければ、あの窓は犯行の前に開けられていた可能性が高いな。おかしい。被害者が自分で窓を開けたのなら、右側のつまみに血が付着しているはず。もう片方のつまみにも血がついていなければ、この窓は犯行の前に開けられていた可能性が高いが、もしついていれば犯行後誰か別の人間の手によって開けられた可能性が高くなる。あそこに血がついているということは、窓が犯行後血のついた左手で開けられたということになる。左手には血が飛び散らなかったということか。ダメだ、あと一歩何かが足りねえ。あの鍵が部屋の中にある以上、密室殺人を否定できない。窓は犯行後に開けられた。となると、開けたのは被害者ではない。開けたのはおそらく、左手に返り血を浴びた犯人。つまり犯人にとっては、あの5センチの隙間がどうしても必要だったということになる。鍵が窓際に落ちているのは偶然か、それとも。数字の鬼か。自分の部下の殺人現場を撮ろうってんだから、ふん、まさに鬼だな。番組の数字が落ちていたか。あの男が躍起になるわけだ。数字の鬼が自分の番組の数字の低下をみすみす見逃すわけはないな。飛び散った血がポケットの中に付着するのはおかしい。ポケットの中に血のついた手を差し込んだと考える方が自然だ。でも誰が何のために。飛び散った血がポケットの中に付着するのはおかしい。ポケットの中に血のついた手を差し込んだと考える方が自然だな。でも誰が何のために。ダメだ、
あと一歩何かが足りねえ。現場にあれだけ血が飛び散っている。ということは、犯人も返り血を浴びているはず。なるほど。犯人が返り血を浴びた手で被害者のシャツやズボンのポケットをまさぐったってことだな。一体何を探していたんだ？そうか、鍵だ。あれだけ嫌われているとなるとスタッフの中に共犯者がいたとは考えづらいな。殺された杉本さんは正義の味方となると、殺したのはどう見ても悪役のあの男だな。嫌われ者の木戸さんにとっては、杉本さんは目の上のたんこぶか。この辺で一度集めた手がかりを整理してみか。窓が犯行後犯人によって意図的に開けられたのだとすれば、きっとそこに密室を解く鍵がある。鍵が窓際に落ちているのは偶然なんかじゃねえ。やっぱり鍵は窓から投げ入れられたんだ。犯人は被害者の体から部屋の鍵を抜き取った。やはりあの部屋に鍵をかけたのは犯人だ。間違いない。犯人は倒れた被害者の体から鍵を抜き取り、それを持ち出して鍵をかけ、その後であの窓の隙間から部屋の中に鍵を投げ入れたんだ。しかし問題は反対車線のホームから、なぜそんなゲートができたのかなんだよな。確かそろそろ派手なことをして数字を取んねえとなって、木戸はそう杉本さんを脅してたんだよな。自分より部下の方が人気者か。その上数字も取れないとなれば当然面白くねえわね。数字の鬼が低下した数字を劇的に引き上げるために、一番邪魔な部下を始末したってことか。
今こんな場所を調べてる場合じゃねえ。大変なことになってしまって、これはもう撮影どころじゃありませんね。お宅のプロデューサーはやる気満々みたいですけどね。ああ、あの人はね、数字の鬼ですか。ええ、よくご存知ですね。どうもありがとうございました。とても重要な手がかりが得られましたよ。今こんな場所、毛利さん、捜査の方は進んでいますか。ま、ぼちぼちってとこだい。ただ車窓に残された血文字の意味だけはどうやってもわかんねえんだけどよ。そのことでしたら、僕はもう正解にたどり着いていると思いますよ。何？うわ！ええ、ご説明しましょう。そう、簡単なことですよ。あの血文字は見方によっていくつかの異なった解釈ができる。あれを漢字の十と見るか、あるいは数式のプラスと見るか、それから十字架と取ることもできるし、それ以外の何かである可能性もある。それ以外の何かだ。おう、毛利さんもその読みですか。さすがですね。僕もそうなんです。それで？容疑者の名前は木戸幸四郎。つまり杉本さんは木戸の木を書こうとして途中で力尽きてしまったと考えるのが妥当でしょう。なるほど、確かにそう考えるのが妥当だな。しかしどうもそれだけじゃねえような気もするんだが。まあでもこれであの血文字の意味も分かったし、密室トリックと事件の構図も大体は読めた。そろそろ捜査の矛先を容疑者の方に向けてみるか。やるなおっちゃん。それだけ推理の材料が揃えば大抵の事件は解けちまうぜ。でもこの事件の犯人は確かに一筋縄じゃいかねえんだよな。セーブするかい？